あっと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 、 EXP はブレイドマスターの方に取られてしまった。 EXP はブレイドマスターだ。クリープのとどめいただけなかったが、とどめブレイドマスターの方に入ってしまった。アイテムこれルーンオブブレイサーもブレイドマスターだ。すべてアイテム経験値 EXP フォームはすべてブレイドマスターの方に入ってしまった。テッドこれは非常に痛い。ダストバーベレンサーを使わなかったのが痛い。テッドこちら普通のルターで孵化させているというふうに読んでしまったのでしょうか、もしくはとどめを刺すタイミングダストを使ったのですが、その時にはいなかったということでしょうか。非常に痛いブレイドマスター、しっかりもう見ている。サクリファイスピットではなく、ここでテンプルダミーの喧嘩作っている。そしてここでアデプトとバンシー、アデプトトレーニング、ここからバンシーを出してくる。テッド最近好きなオーダーですね、バンシー。そしてその間にもレインの方はシャドウハンターレベル3になる。そして後ろからとにかくブレイドマスターが見ていますよと、そういう風な警戒をさせるためにブレイドマスターがちまちまと殴っている。さあここでサードヒーロー、ティンカー。そしてそろそろはアデプトトレーニングが完了し、そのままマスタートレーニングまでアップすることでしょう。ここからポセッションまで研究しに行くんじゃないでしょうか。さあ出てくるアイテムはホームストームウィンド、全くもってない即売るアイテム即売りましたね。そして無敵ポーションを1個のみ、ヒーリングスクロールは買っていない。さあブレイドマスターまた見つけた。出たのはストレングスプラス3で今回は拾っていない。そしてブレイドマスター相手のこちらのクリープのみを倒してそのままバックしたように見せかけて、ここで何かアイテムを待っていますね。さあここでレイダー登場。そしてポケットファクトリーを使いましたが、そしてそのレイダー、そのポケットファクトリー見たタイミングで即ここで戦闘開始。まだテッドの方は戦闘ユニット揃っているとは言えない。シャドウハンターレベル3になっている。そしてここでデスコイル撃つことができない。とにかくオブシディアンスたちを狙っていきますが、これユニット一体も死ぬことがなくテッドは TP 成功。さあここでバンシー登場、マスタートレーニングまであと少し。そしてバンシーはすでに1体出ている。そしてこちらの方ではマナのリジェネレーションはしていないようですね。まずヒーリング、さあここで手動によるデュアルですね。ヒーリングとマナを同時に回復させてますね。今テッドこちら手動で操作してますね。さあこれ TP したので、その間に6ゴーレム、黄色のクリープは今レインの方が勝っている、そういう風な状態ですね。さあここで倒いてもワンドウェブマナスティーリング、デスナイトのマナを吸い取りつつ、シャドウハンターのヒーリングウェブを大量に打つことができる非常にいいアイテムが出てきましたね。さあデスナイトのレベルは3、ティンカーレベル2、リチレン。そしてここでまたプレイドマスター登場、登場しているが、これはとどめは、あブレイドマスターレベル4になった。さあそのままウィンドウォークを使ってアンデッドのチラチラと見てます。そしてアデプトトレーニングはマスタートレーニング完了した。さあここからポセッション地獄が、ポセッション地獄が始まるのか。しかしスピリットウォーカーしっかりいるが、しっかりいるが大丈夫か。さあここからポセッション決めていくか、ポセッションが一体入る。しかしヘックスで丁寧にキャンセル。そしてこちら全てのポセッションはキャンセルされてしまう。さあバンシーをまずは狙っていく。とにかくバンシーバンシーバンシー、それに対してのリーの方のユニットは一体もまだ死んでいないでしょう。バンシーの悲鳴が聞こえてくる、バンシーの悲鳴しか聞こえてこない。さあここでやっとレイダーが1体ダウン、そしてティンカーのレベルが2、バンシーのポセッション打つマナはまだ一発こいつは持っているが、それ以上にアンデとテッドのユニットが減ってきている。さあここでとどめの行動が出てくる。さあデスコイル撃たれてしまったが、それ以上にまずはリッチを狙っていく。間に合うか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 、デスコイル間に合うか、デスコイル間に合う、ギリギリ間に合った。しかし他のグールとか瀕死になった。そしてここでテッドのバンシーが狙われて、パージも決まり逃げることができない。ブレイドマスターによって最後クリティカルストライクできっちりとどめを刺す。さあバンシーが2体、クリプトフィンドが2体、ヒーローは3ヒーロー。それに対してのリーの方は、コードはパックリも1も食っていないが、グラントが4体、スピリットウォーカーが2体、カースが非常にいやらしいですね。こちらのカース 攻撃が失敗してしまうやつですね。 20% の確率で失敗でしたっけ確か。さあここでどん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 クリープをしている。今回はまさか今回
回は見つけることができそうにないブレイドマスター、先ほどまで非常にすごい勘というのでしょうか、経験というのでしょうか、ジャックを決めていったのですが、ここのジャックは決まりそうにないように思えますが、ブレイドマスター見つけた。さあ最後のこのとどめはいただかない。さあここでペットのスタッチを狙いに行く。さあ無敵ポーションまでしっかり使う。さあここがチャージも決まってしまい、逃げることができない。7秒間のブレイドマスターの無敵を使い、またパージが決まる。最後にはクリティカルストライクできっちりとかっこよく決めて逃げ去る。その間にもシャドウハンターのレベルがクッと上がっていく。さあ出たアイテムはアジリティプラス2と、こちらトゥルーショットオーラのアイテムですね。トゥルーショットのオーラのアイテムによりシャドウハンターの攻撃力がアップ、コードの攻撃力もアップ、スピードウォーカーの攻撃力もアップ。ここからは何を出してくるんですが、ティア3アップしたのであれば、ここからやはりトロルヘッドハンター、そしてここではすでにセカンドを立てていた。さすがタイニーグレートホール、立つ速度は非常に速いのでいつの間にか立っていた。そしてタワーもしっかり立てている。このタワーが立つとこちらアーマーアップグレードもしっかりしているので、なかなか壊すに至らないというのもバンシーなので、タワー壊すのは非常に辛いユニット構成となってしまっている。さあタワーが立つところ非常に痛いぞ。そしてちゃんとここ守る戦いとなるのも予想しているブードゥーラウンジアイテムショップもしっかりと立ててここで戦う気満々である。さあここでまたリンテッドのスタチューを殴りに行く。クリティカルストライクが見せてしまった。これは恥ずかしい。しかしまたこのパージの決まる率が非常にいやらしいですね。とにかくパージですね。パージ決まる確率は 100% ではないんですが、このブレイドマスターはとにかくパージは決めまくる。クリティカルストライクはもう決めまくる。かっこよく決めるブレイドマスター登場してますね、レイン。さあ、ここで、ウォーということですので、こちらトロルヘッドハンターがバーサーカーにアップグレード完了。そしてどんどん出てくるヘッドハンターではなくバーサーカー。高度の攻撃オーラアップだけでなく、そしてシャドウハンターのトゥルーショットオーラもあるために、バーサーカーの攻撃非常に高い。そういう状態。そしてなおかつこちらバンシーのアンチでもある。そしてここでタワー立っているのでなかなか攻めできることができない。さあここでスピードウォーカー1体スピードスクール入っていませんが、逃げれそうにないですね、このスピードウォーカーは。さあおっと、しかししっかりと回復に回していますね。さあここでセカンドは回っている。なかなか壊せることがないので、ここでオークバロー、ピオンが殴られてもしっかり逃げ切る、逃げる場所も作った。さあここでアイテムショップではなく、まずタワーを割りに行く。そのタワーを割りに行こうとしますが、5人のピオンで修理。さすがフォーティファイド、アーマーの凄さは異常。さあここで決まってしまった。ジャック後ろから援軍に来たテッドのユニット、オブシディアンスタチューとファンシーが殺されてしまう。ちょっと待ってくださいね。おい、まあここポンって、さあここでどんどんバンシー、しかしポセッションが決まっていく。ポセッションが何体決まる。さあグラントが、コードも取られた。グラントが3体取られた。レイダーも1体取られた。さあとにかくここで多くのユニットが4体5体ですね、コード1体、グラント3体、レイダー1体がテッドのユニットに早変わりです。そしてテントユニットのフードも55対27、非常に辛い。ヒーローのブレイドマスターなんとかするということでしょうか。トロールヘッドハンターの火力をもってしても辛い。そうテッセが来てしまいましたね、右下が。ああやべやべ、はい忘れてたわ。ててん